本日も皆様を異国の地へお伝えします。 Jack in the World。あれはですね、ガソリンです。ガソリン、彼のガソリンがなくなっちゃったのでここで買いました。120ルピーでした。1リットルぐらいかな、ですよね、ペットボトルだからね。はい、オッケー、レッツゴNow it's touching my heart. Yes, I'm very interested. Very nice. Yes. Yeah. How to say good morning, good evening? It's not. It's time to say good evening. It's oyasumi. 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 It means good night. Good night. Going to bed. I'm going to bed. Konbanwa. Konbanwa. It's good evening. Yes.白からの豚。That is the reason why we met, because God is thinking that I'm a kind, I'm a good person. He's sending to you because God is also know everything about the people, about the world. It's my truth, and it's a God. God is also doing want to same doing like that. Beautiful. Thank you.100 feet Buddha. We are going to reach. Yeah, it's a Nirvana. Nirvana. Yes, Nirvana. Yes, Nirvana is world language. Everybody knows.इधर जी हाँ आ देते हैं भैया इधर लाया जी हम लोग का हो गया भाई जो बात कलम को भी खाता इधर हो गलवा बहुत डेली खाता बोल रहा है कोनिचबा जयदल के सीट पर बैठे हो तो देखो सीट दे दिया आप क्या नाम क्या है अरे पैसा ウケス、ウケ始めてバスでの移動を試みてます。電車もいっぱいあるんですけど、ちょっと新しい挑戦ということでバスを予約してみました。でオンラインで撮るとね結構ややこしい
オフラインでちゃんとエージェントのオフィスで取ればなんかホテルまで迎えに来たりとかそういうサービスがあるみたいなんですけど、ちょっとやっぱりインド人の方がね優しいですね、助けてくれてます。乗れるのかどうか。ブッダガヤからバラナシ、今いるバラナシ、まあ夜行バスで夜出て朝着くみたいなそういう距離感なんですけど、その高速バスがもうなんていうのかな、戦場跡地みたいな、なんかもう何にもない草木だけが生えてる、街灯もないみたいな、すっごい陰気なところにバス停があって、でしかもバスのスタッフがまあ何人かいるんですけど、みんなヒンディー語しか喋れないので、そのたまたま路線バス、さっきの路線バスの、隣におったおじさんとはまた違うおじさんがね、割と無責任な感じで、ね、僕らも振り回されて、あっちじゃないかな、こっちじゃないかなっていう、高速道路の向こう側からこっち行ったり、最終的にバラナシってこっちだから東ですね、西側に向かうバスだから、あっちださって言って、たどり着いた頃には10時が乗車時間だったんです。もう10時10分とかになって、もう終わった、積んだ、ブッダガヤの中心地からだいぶ離れた田舎ですし、このまま朝までどこで過ごすんだろう、なんか昔のね、サルガン席状態みたいな、電波少年ね、結構自分もさすがの自分も答えたんですけど、またバス停で待ってる違うインド人がまた乗せてくれたりね、お兄ちゃん、結局3人でバスを1時間も、僕のバスを10時に来るはずのバスが1時間後になんとか来ました。何が英語は喋れないんですけど、ヒンディー語でずっと僕に喋りかけてくれるおじさんがいて、彼も全然僕のバスとか僕の人生とかに全く関係のない人なんですけど、関係のないって冷たい意味じゃなくて、ね、他人ですね、いわゆる他人のはずなんですけど、本当に彼あくびを何回したかわからないぐらい眠かったんだろうと思います。あと家族もね、家で待ってくはずなんですけど、僕のバスを1時間もずっと一緒に待ってくれて、最終的にもう僕がお願いだから、もうだ絶対僕大丈夫だから帰っていいですよって言ってやっと帰ってくれたんですけど、本当にみんな自分が出会った外国人っていうのを最後まで面倒見なきゃいけない、そういう責任感を感じました。これは彼らに感謝するのは当然のことなんですけど、僕も日本はもちろんのこと、世界のどこでも困った人がいたら自分の時間とかお金とかいろんなものを犠牲にすることを全く厭わずに、彼らの何か少しでも力になれたらいいなって思ってます。でそういう連鎖が絶対続いていくことが大事。自分のテリトリーだけ、自分のコミュニティだけじゃなくて、知らない人、そういう人たちの、まあ、いいことっていうとね、こう平たくなっちゃうので、善行とは僕は言いたくないんですよ。本当に助けたいなと思ったその時でいいと思うので、
助けて、でまたその人がまた違う誰かを助けてっていう連鎖が続いていくこと、これは簡単なようで難しいし、難しいようで簡単なんですけど、僕は絶対それを、そういうメンタリティを心の中に宿していきたいなと思います。日本でも日頃からそう思ってることなんですけど、こうやって海外でもう言葉もわからない、街灯もない真夜中、来るか来ないかわからないバスを待つっていう、まあこれ予約した僕が悪いんですけどね、かなり上級編だと思いますね、バスで移動っていうのは、ね、でもいつも誰か助けてくれる、これは何か見えない力を信じざるを得ないです。なので信じるだけじゃなくて自分も、信じるだけじゃなくて自分も行動に起こしていきたいなと思います。ブッダの悟りの地で実体験としてそういう気持ちを沸き起こしてくれたインドの人たちにまずは感謝したいと思います。